そもそもこの森林総合教育センターのきっかけがドイツ の、 あのハウスデスバルデスっていう施設をモデルにやろうというところで決まっていて、で学長も視察に行きましたし、うちの教員とか学生なんかも行ったりしてるんですけど、やっぱあそこの施設っていうのは建物とこう外の環境が一体化されてて、あとガラス張りのこうドームみたいな形になっている中で、中のこう椅子から手元になってた樹木にこうつながっていくような展示があったりっていうので、建築とプログラムが一体化されているというところが非常に特徴だったので、じゃあ日本で作るにおいてもやっぱりそういったプログラムと建築がまあセットになって、お互い相乗効果を高め合うような、まあ、こんな施設を作っていきたいねっていうところからスタートしました。やり始めた時には最初うちの学生さんがあの基本設計をして、でそれをベースに作ろうかっていうところからやろうとしたんですけれども、その時にですね、ちょうど学長からあの熊健吾さんをお呼びして、一緒にこうコメントもらったらどうだというね、すごい大きな話になってきたのでちょうど1年半ほど前になるんですけど、2018年の2月だったと思うんですが、泊まり込みで学生をちょっと合宿させながら、今回の一番メインで使われる萩原奈波先生に、こんな建物がいいねっていう要望を聞いて、それを学生が1週間で形にするっていうね、短期のワークショップをして、で最終日に熊先生を呼びして、学長も来られて、で、いろいろコメントもらいながら、さらにブラッシュアップしようかって会を作ろうといったことでスタートしました。1週間すごい濃密なね、学生の時間があったんですよね。で一番初日に、ナバさん来られて、もう言いたい放題、もうこんなんがいいんだとかね、なんかいろいろこんなふにゃふにゃとこんな施設がワルドルフ建築がいいとか、いろんなことを言いっぱなしに行って帰ったやつを、学生がどうしようってすごい悩みながらですね、こうデッキとかでこう寝そべりながら頭抱えてやって、じゃあ今度林業の学生さんがフラフラ通ってきて、何やってんのみたいなことで、でなんかこんな施設この今設計してるんだけど、なんかあるとかいう他の講座の学生さんにもいろいろ聞きながら、じゃ あの林業だったらこういう考え方もあると面白いよねとか、あるいは環境の、教育やってる方だと、あこういうつながりがいいねっていうことをいろいろ聞きながら、あの学生がまとめていくっていうのをひたすら1週間やってました。でただ一人一案ではなくて、この時2グループでやったんですね。1年生と2年生が合同でチームを組んでやるっていうスタイルを今回取って、意外とチームでやるって難しくてですね、1人だとまあこれでいいかってね、エイヤーで やりきれるんだけど、2人以上来るとやっぱ意見がぶつかり合って、最後どうまとめるってもう喧嘩になりそうな勢いの場面もあったりとかしながら、ただ1週間でまとめるっていうことをしたんですね。学生が2つの計画案を、プレゼンしたんですね。で熊さんの方から、ここはいいねっていう話もあるけど、逆にこういう構造だとちょっとこの見え方が弱点になるかもしれないなという、まあ、そんなそれぞれの個人個人に対するコメントはいろいろいただいたんですね。じゃあ、その後実際の計画案どう進めようかっていうのをその後みんなで話した時に、どっちかの学生の案をベースにブラッシュアップするのがいいのか、あるいは第3の案をこの場でも一緒に作っていくのがいいかっていう、まあ、どちらかの選択をしようということになって、じゃあ今までいろんな条件整理ができて、学生のいいところも学生案のいいところもいっぱい出てきてたので、じゃあそれらを意識しながら第3の計画案作ろうかといったことで、1時間くらいで、熊さんからもこういうアイデアどうなのっていうのありつつ、私の方でちょっとスケッチ書いたりとか、あるいは熊さんもスケッチ書いたりとかで、学生がいやそこはっていうようなちょっと待ったをかけたりとか、なんかそんなことで3つ目の案を作っていったっていうのが、その最終日の一番目玉となったところです。ミックスした感じかな、アイデアもいろいろ拾いつつ、新しいアイデアもポッと入れてやるという形になってます。ちょうどその時のスケッチがね、今あるんですよね。このベースとなってる図面は学生の計画案なんですね。このCADでうっすらとこうグレーでつらつらと書いてある。でここにコストの件もあったので、はいはい、熊さん割とそういうコスト感覚がすごい強くて、もう立派にしようっていうわけじゃなくて、やっぱこの限られた施設をどう魅力的に見せるかっていうのを考えようといったことで、真鍋さんの要望からこう広い大空間でこう輪になって集まるようなスペースが欲しいよねであるとか、でもこうオフィス関係とか、なんかジムのスタッフとかプログラム考えるスタッフがいるんだけど、そういった姿を見せた方がいいんじゃないかということで、個室作るんじゃなくてこうオープンな事務所にしたらどうだといったことが出てきたり、それからちょっとお母さんたちが子供を見てる間に少しおしゃべりできるようなカフェスペースがあったり、あるいはここでちょっとしたワークショップができる、ちょっとこじんまりとした空間もあって、それからいろんなプログラム小道具がある倉庫があってっていうのを、一つの大きな空間の大屋根の中に閉じ込めてしまって、一体的な使われ方を考えていこうかといったことを提案されています。
一方でここから、外に出たデッキ部分から森につながっていくところもちょっと中間領域で屋根がかかったところで半屋外の部分があって、でこれを少し象徴的なこう V の柱で、設けていくと、なんか来た時に あの V 柱ねっていう、なんて言うんだろう、印象的なシンボルみたいになってきて、あの V 柱の建物とかパッと分かりやすい建物、象徴的なものをこういった柱で大屋根を支えようというようなことを提案されて、これグリグリグリっと書かれたんですね。で最初クマさんこう行こうかなってしたところを、これ雨かかると腐りやすいからこれ取ろうよって話をして、じゃあこう割るんだねみたいな感じになって、結果的に V になった。あ、なるほど。建築だとやっぱこう支えた方が安定するんですよね。安定するんだけど木で作るのでやっぱここ足元痛みそうだという話を、木材の先生とか私の方から言った時、じゃあこれなしにしてこう V で終わらせようかといったことになって、まあこれが学生からプレゼンの後1時間ぐらいかけて、学生とクマさん、学長、それからナバさんも入って、まあ、こういうのがいいんじゃないんじゃないっていうのをぐりぐり書きながらまとめていったものです。でこれが3月の頭に出来上がったやつを、去年1年かけて実際建築建てれるように作り上げていくっていう作業を、またここでも学生たちと一緒に進めていったということが行われました。この後4月頃に、簡単な模型をまず作り始めて、この V 柱どうなんだろうねっていうのを作り始めて、でいろいろ学生ともやり取りしながら、じゃあこの V の柱に覆われたこう大屋根の下どんな活動するんだろうっていうのもナバさんとかと話をしつつ、その大きさとかあるいは分かれる家具のイメージとかも考えていくって作業をしていました。でその後、8月にもっぺんクマさん呼ぼうと、このスケッチからこんな形になったんですよっていうのをプレゼンする機会を設けようということで、それまでにしっかりと建築的な作り方っていうのを作っていくことで、まとめていく作業に入っていったんですけど、その8月の末にまたクマさんをお呼びできたんですけど、その時には学生から計画のプレゼント、それから構造検討した結果っていうのもしっかりとお話をさせていただいたら、クマさんの方もこうぜひいろんなドキュメントとか取ったりしてね、まとめていくといいものになるよっていう意見ももらったりしながら、非常に気に入っていただけて、でその後もクマ事務所ともやり取りしながら細かなディテールを詰めていったり、あと空間的なアドバイスをいただいたりということで、よりこう密接にやり取りしながら最終的な設計をまとめていくっていう作業をしてました。で8月の時もう一人ゲストの方が来られてまして、ドイツのロッテンブルク林業大学の建築の先生をお呼びしたんですよ。要はもともとがハウステスバルデスって向こうの建築をベースにしてましたので、じゃドイツの方から見たら今回私たち作ってどう感じられるんだろうねということで、いろんな意見をいただく機会が得られました。でその時いただいた意見で今反映できているのが、ドイツだとこう水の流れっていうのを非常に大切にすることもあるんだといったことで、せっかくこんな大きな屋根作ってるんだから水がいっぱい集まるでしょっていうところから、じゃあ水をうまく活用できないのっていうようなことをお話しされたんですね。で今回の計画では、ちょっと地下にタンクを少し埋めてまして、で手押しポンプで子どもたちがこう組み上げられる、で雨が降ってるといっぱい溜まってるのでボコボコこうやるんだけど、なくなっちゃうと次雨降るまで使えないっていうね、まあ楽しいんですけど、手押しポンプがね、ああいったそういう水がこういうふうに降るとこう溜まるんだねっていうものも見れて、でそれをどう使うか今度ナバさんたちがプログラムでまた考えていったりするといったことで、当初はもう水はそのまま速攻に流してしまう予定だったところをそう活用というか見える形にちょっとしたりとかして、いろんな人の意見がこう入りながら今の形になってきてるなっていうところはあります。そうですね、まあ、多分今も残ってると思うんですけど、割と漠然としたところが大きかったんですね。設計方法で全ての人と森をつなぎ、森と暮らす楽しさと、それから森林文化の豊かさを実際に伝えていく施設にしたいと、まあ、これは当初から変わってないんですね。でただいろいろねキーワードをいっぱい言い出すんですよね。自然のこうもやもやっとした形がいいねって言ったり、あとおしゃれな感じにしたいとかね、そのモコモコ感とおしゃれ感どう出すんだろうなとか、すっきりさせたいとか、ゴツゴツしたいとか、なんかねいろんな擬音語でなんか言ったりしていくんです。でそれも学生割と混乱するんだけど、なんかまあ、その中でもあこういうこと言うんだろうなと思いつつまとめてナバさんにぶつけていって、いやこれはもうちょっといやちょっと違うとか、なんか顔色見ながら、あじゃあもうちょっとこうかなとか、まあ、そういうやり取りをしながら、まあ多分ナバさんの中でも具体的な形は多分ないんですよね。でそれを形にしていっぺんぶつけていくと、あそうじゃないあじゃないといったことが見えてきたりしながら、徐々にこう形としてうまくまとまってくるようになってきたかなと思ってます。
やっぱり構造的なところを非常にこだわっていて、最初熊さんがおっしゃるこう V 字の柱っていうのをどう作ろうかっていうのを考えたときに、まあ、丸太で今回は作ろうとしてるんですね。で、要は太い丸太で大きな屋根を支えるといったことをベースにしようと。で、一般的な建築で、まあ、構造とか、日本で地震が多いので構造とか非常に重要になってくるんですけど、それを満たそうとすると壁で基本的には屋根を支えて、で地震とか台風とかの力もそれで支えるというのが普通なんですけど、そうするとやっぱり壁で覆われてしまうということになるので、この丸太の力強さを、屋根を支える構造にできないかなといったことで、太い柱と太い針によって支えようと、で壁をなるべくなくそうという構造ルートを取りました。これ非常に高度なルートなんですね。学生が非常に頑張って構造解析を行って壁をあまりつけてないような建築にしています。そのためにガラスで割と仕切られている1階部分になりましたので、まあ、中で活動しているのが外から見えますし、中にいても外の景色、緑とかが自然に視界に入ってくるといったことの建築が出来上がってきたかなと思います。合計 V が5本の V がありますので、2つ余るとウッドの W になったりするんですけど、10本欲しいんですね。でただ予備がやっぱりちょっと虫が食ってたりとか、実は強度出なかったりってあるので12本用意しようとしています。その中からいいのを10本使うと。そうですね、アカデミー内では普通にやってましたけど、一歩外に出るとそんな機会ほとんどなくて、裏山の木を自分家で使うっていうのも今ほとんど行われてないんですよね。やっぱり出してくるのも大変ですし、それどこで製材するって言ってもまた場所が遠くなってしまって輸送距離が伸びていってしまうといったことになるんですよ。なので学内で作っ取れた木を学内で製材して、あるいは準備しながら使っていくっていう流れっていうのは非常に貴重な体験になってくるんじゃないかなと思いますね。あと自力建設と違うのは、今回100年生のすごいいい木を切ろうとしているところ、大きな違いかなと思いますね。というのもまあ日本で間伐材利用とかずっと言われ続けてましたけれども、やっぱり小径木とか、まあ、普段商品になりにくい木をどう使おうかって活用ってよく考えられることがあるんですけれども、それだとあんまりやっぱり流通していかないというか、まあ、うまくいったとしても儲からないですよね、なかなか。ですけれども、すでに成長した木っていうのはもう商品価値がしっかり出ていて、それを適正に買ってもらうっていうことが非常に林業にとっては有効だと思うんですよ。なので今回もしっかり100年生でも立派な木があって、このままほっといても使い道なかったら無駄に朽ちていくだけなところを、ちょうどいい今切り旬だということで、今回の木にはいいのを出そうよということで、せっかく育てた木を出してくるといったことで、いい木を林業の人と一緒に今まで選別をして、で今はちょうど立ち木乾燥しているという状況に入っていますね。そうですね、やっぱり西日がねスワッと入ってくるんですね。今隣のもともとあった情報センターでテント生地のやつがあるんですけど、あれって西側上がテントで下ガラスなんですけどね、木漏れ日がこう木の影がスワッと映るんですよ、影みたいな感じで、あれが非常に綺麗だったんですね。で今回はガラス張りのところが結構あります。それが床にスワッと映って、ちょうど今このデッキなんかもねこう影が映ってますけど、こんな景色を室内でも感じられるような場所になってくるんじゃないかなと思いますね。その時間の変化と、それからなんか風が吹いてる自然界の流れっていうのも、なんとか自然にこう目にふわっと入りながら活動できるんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱり綺麗に年を取って重ねてほしいなっていう感じですかね。で、まあ、最近建てた時が一番綺麗っていう建物っていうのは、多分新建材と言われる、まあ、プラスチック系のものとか、まあ、そういったものを使うと一番できた時が綺麗くて、そこからどんどん汚れていくって感じが黄色化していったりするんですけど、いわゆる自然素材と言われる石とか木とか土とかっていうのは、まあ、できた時ももちろん綺麗なんですけど、そこから年代を重ねていくと味が出るというか風合いが増していくっていう、まあ、そういった魅力を含んでると思うんですね。ただそのためには条件があって、丁寧に使われてメンテナンスされてるっていうことが必要になるんです。なので今回もぜひ丁寧に使ってもらって、10年後20年後来たら、ああいい感じの木の質感に成長したな、成長したなっていう表現がいいかなと思うんですけど、そういうのになってもらえるといいなと思ってます。ですので今回使ってる素材もあまりこうプラスチック系の素材はほぼ使っていないというか、もう皆無ですかね。ですので自然素材でほぼ使ってますので、丁寧に磨けば飴色になってくるとか、まあ、そういった楽しみって出てくるのかなと思います。でフリーメンテナンスって言葉が世の中結構あるんですけど、私あまり好きではなくて、メンテナンスする楽しみを取ってしまってると思うんですよ。では昔は年に1回
大変なメンテナンスしんどいんですけど、ちょっとしたメンテナンスすごい楽しいんですよね。子供と一緒に床磨い、米ぬかで磨いたりしてツヤが戻ってきたら楽しいんですよ。で壁もちょっと磨いてあげるとスーッと元の綺麗さが戻ってくるっていう、あの楽しみはやっぱ残しながらしっかりそれも理解してもらって、活用いただけると非常にありがたいなと思います。まあ、私専門が温熱環境の方専門ですので、温熱環境の目指すところは一般的にこう一定の20度だったら20度に安定させようとかね考えるところもあるんですけど、私はそうではないなと思っていて、あの健康を害するような非常な寒さとか熱中症などの暑さっていうのはやめた方がいいんですけれども、多少のこう変化はあった方がいいなと思っていて、それがやっぱ時間の感覚っていうのが体で感じて、季節の変化であるとか一日の変化で朝ちょっと肌寒いなと冬場来るんだけどさ寒くはないと、で昼間になるとちょっとあったかいなとか、あちょっと暑いぐらいかなっていうところまで行きながらまた夕方涼しくなるねみたいな、この緩やかな今ぐらいの春の季節の変化ぐらいをうまくデザインできるといいかなと思ってます。ですので、まあ、冬の寒い時にはしっかり閉じれる環境を今回も作っています。ガラスなんかは3層になっていたりしながら、外は非常に寒くても中そこまで寒くならないような状況閉じれて、で場合によってはあの設備の力を借りながら少し熱を送り込むことはあるかもしれませんけど、多少のこう緩やかな変化をうまく利用して、そういった季節時間の変化を感じてもらえたらなと思っています。まあ、今回住宅と違ってああいったいろんな方がやってくる施設になってますので、まあ、10年経つともう本当にちっちゃい子どもたちが割と成年になったり大人になったり来ていってるので、まあ、そういった子たちがまた次の世代の子どもたちを連れてやってきたら、あそこ行こうねっていうふうにやってきてもらって、やっぱ使われてる人がどんどんこう更新されていくというのか、あの幅が広がっていくような、まあ、そういったところの施設になってくると非常にいいなと、つい戻りたくなる場所みたいな、そういった施設になってもらえるといいなと思って。